テーマっていうのが自分も含めた人間の闇を絵画で表現することですね。それをただ単に闇を悲惨に無残に表現するのではなくて、私ね結構装飾的じゃないですか。そういう誰にでも分かるような美的要素を全部融合させて表現したいなと思っています。描くのは暗闇の先にある光。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家谷原夏子、数々の美術賞を受賞し、フランス・パリでの研修滞在も経験。彼女が描くのは、恐ろしくも幻想的な世界に住む自分自身。まず私、その絵を描く際に物語を設定するんですよ。一つ一つに全く異なった物語があって、その物語を作品化させるためにやっぱり自分を描かざるを得ない。なぜなら私が主人公であるから。自らが主人公の物語、テーマは闇。この世界はね、結構悲惨なことの方が多いですよね。その常に自然といった脅威にさらされてますし、戦争紛争も絶えないし、こういう人間ができればもう焦点を当てたくないものに、私はあえて光を当てて、暗闇はもうすぐそばにあって、それ怖いものなんだっていうことを作品に伝えたいんですよ。日常の闇から目を背けてはならない。彼女は自らの過去をその闇とつなげる。中学生の時に同じクラスメイトから殴られたり蹴られたりしたことが原因ですかね。誰も助けてくれなかったので、自分の中にどうしても残っている憎悪と、人間は恐ろしい。私がその辛い思いをしたっていうのは、そのまま絵にしてもそれだけの絵になってしまいますので、自分の闇を出発点にして、その普遍的な闇に作品接続させたいんですよ。そんな自分の経験があるからこそ描ける光。暗いだけの絵は私自身が好きではない。基本的に私は美しいものが好きなんですよ。それは作品に反映させたい。美しいものと世の中は暗いっていう両方が多分合う絵だと思います。闇に光を当てたい、それこそが画家谷原夏子の使命。単なる自分だけの物語を作ってるんじゃなくて、私が物語にしないと滅んでしまうようなものを実は物語に入れてるんですよ。だから何もしなければ滅んでいきそうなものを自分の物語の中に入れて後世に残していきたい、そういうふうに思ってますね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はストリートアーティストアルタスープのブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。